ジェームズ・マニュエル・パゾスは、アメリカ合衆国アリゾナ州、マリコ・パグン・ギルバート出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は、サンディエゴ大学時代に名付けられた、パパパス。2009年の MLB ドラフト40巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、入団せずに、チャンドラー・ギルバートコミュニティ・カレッジへ進学した。 2011年にサンディエゴ大学へ移り、この時はクリス・ブライアントとチームメイトだった。2012年の MLB ドラフト13巡目でニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースでプロデビュー。28試合に登板して2勝2敗3セーブ、防御率1.79、39奪三振を記録した。 2013年は A-9 スタテンアイランドと A 級、チャールストンリバードックスでプレイし、2球団合計で25試合に登板して3勝1敗、1セーブ、防御率3.93、33奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2014年は A 級タンパヤンキースと AA 級、 トレントン・サンダーでプレーし、2球団合計で46試合に登板して0勝3敗、10セーブ、防御率2.42、75奪三振を記録した。2015年はマイナーでは、AA 級トレントンとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、27試合に登板して3勝1敗3セーブ、防御率1.27、49奪三振を記録した。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし5日のレーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に登板して防御率0.003奪三3振を記録した。2016年は7試合に登板して1勝0敗防御率13.503奪三3振を記録した。2016年11月18日にザック・リッテルトのトレードで シアトルマリナーズへ移籍した。2017年は59試合に登板して4勝5敗、防御率3.86、65奪三振を記録した。2018年は60試合に登板して4勝1敗、防御率2.88、45奪三振を記録した。2018年12月3日に、カルロス・サンタナ、JP ・クロフォードとのトレードで、不安にかしを、 ジーン・セグラと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2019年は開幕を参加のトリプル A 級リーハイバレー・アイアンピックスで迎えた。4月24日にディエフェとなった。2019年4月26日にハンター・ストーバルトのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍した。12試合に登板し、3ホールド、防御率1.74、10奪三振。 2020年は6試合に登板した後、9月28日に DF となり、9月30日にマイナー契約となった。10月9日に FA となった。2020年12月11日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。投球フォームは8割以上がロースリークオーターで、これにスライダーを交える。速球は、 甲子ー,ームの握りで投げても沈む軌道になる癖玉。弱点はリリースポイントがかなり一塁側にあるため左打者に対して支給が多くなること。ありがとうございます。